ゴーストチャンネル。どうも、もしもステーションのしゅんすけです。一人です。もしもステーション YC、 まあ敵討ち編というか、キャータダムのなし抜きトンネル、その後犬鳴きトンネルっていう2連続トンネルを行ってもらって、はい、パニックになってる映像が撮れたんですけども、まだご覧になってない方は、はい、そちらしかもね、すごい心霊現象も撮れてますんで、はい、やっぱパニックになっちゃったんで、はい、本人はねすごい不本意やったんですよね。そうでしたね、言ってましたね。愛しのできなかったことを僕がちゃんとこうゴーストハントしてこようかなと。だけ顔が、いやこれダメでしょ、ここもこれやばいって。おーおーおー、何これ、俺目つぶってんのかな。うまい、ここから見たらなんか目つぶってる。ほんまに怖い、ほんまに怖い、ほんまに怖い。やってまいりました、はい、こちらがもう一つの第三トンネルと言われております、はい、塩降りトンネルとなっております。はい、あ、書いてますね、はい、はい。ライトもついてて結構近代的なトンネルなんですけども、以前はもっとなんか古くてなんか暗いトンネルやったらしいんですよ。なんでそれがいつの頃なのかちょっとわからないんですけども、なんか改装されたっていう話は聞いたことがあるんですよ。その当時はこっちの方が第三トンネルって言われてたらしいんで、もしかしたらそのね、 Y 氏が見たっていうトンネルもこっちの可能性が、もしかしたらこの先に、はい、その Y 氏が言ってた上りが並んだ石段があるのかもしれませんね。かもしれない。その Y 氏の幽霊を見たっていう話もこの先かもしれません。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう、はい、トンネルの向こう側へ。なんかこの、こんな音が、まあ、蛍光灯の音、蛍光灯の音ですよ、はい、蛍光灯の音ですよ、はい、行きましょう。ぐっとまたね、寒さが増しましたけど、そうですね、ちょっとだけ風があります。ああ、響き方が、響き方がいい、トンネルの響き方してますね。気持ち悪い系ですね、はい。あ、そのなんか暗いところで、あ、ちょっとここなんかね、そこだけなんか影が乗ってますね。不自然。ライトのスパンが一つないかな。そうですね。まあちょっとじゃあバケタン、はい、やってみますね。はい。青は神聖なものが近くにいてると言われて、これもなかなか珍しい色なんですけど、これが3回連続になると本当に珍しいらしいです。本当に何書いてる、あ、じゃあもう一回、じゃあもう一回いきますね、はい、神聖なものが、神聖なものがだからほんまですよ、ついているということなんでしょう。まあ、あのバケタンのね仕組み自体はあれなんですよね、結局明確なものじゃなくて、赤だから、ね、悪い、青だから悪いっていう、実はそういうものでもないような気がしてて、そのまあテロップで仕組みは書いておきますけど、はい、一つの指標としてですけどね、あの一応ね、なんかそういう大事件が起こる前にそういう前触れっていうのがあるらしいんで、それの予測方程式みたいなのがあるんですけども、それにのっとって作られてるみたいなんで、一応なんかトンネル外のとこ、まあどっちかわからないんですけども、
トンネル外から何かのなんか音が聞こえて、何の音なのか全く不明なんですけども、こういう時の音って絶対しゃべってる時とかになりますよね。まあ我々の声に何か反応した動物の可能性はありますけども、というわけで塩振りトンネル抜けてまいりました。なんかやっぱ社長がここ気になるということなんで、翔介君に一人撮影ちょっとお願いしたいということなんで。なんで、はい、まあ、ちょっと往復で行ってきてもらって、はい、わかりました、まあ、軽くですけどね、はい、バケタンなりをしてもらって何か映るかもしれないということで、はい、まあね、バケタンが3回青く光ったということもありますし、ちょっとあまりあのそういうの言わないでください。はい、今そんな言われたらちょっと行くフラグが立ってますんでね、完全に、はい、ないです。なんでちょっと何か起こしてください。じゃあ任しとけ。はい、ゴーストハントしていきます、はい、というわけで、ではゴーストチャンネル翔介くん一人会心霊検証スタート。では行きたいと思います。塩振りトンネル、愛しのリベンジ会ということですので、気合を入れて一人検証していきたいと思います。今ですね、降りていっております。見えますか？少し明かりがあるとはいえ
3回連続はこの後は緑でした。何もないということで、ありがとう、ありがとう。というわけで、はい、いろいろ心霊現象終わりまして、はい、もう一点僕気になるところがこの場所でございまして、はい、まあ Google マップでね、ここをストリートビューで見てみると、はい、なんかこの先に花束を置いてあるところがあるんですよね。まあ、ちょっとその写真を一旦ご覧ください。俊介くんもね、僕見ました、先ほど見ていただいて、はい、あれどう思いました？いや、あれはあそこでだからきっとね、そのもらった方に手向けた花束やと思うんですよ。じゃないとちょっと不自然なとこもあるんで。なるほど。まあね、言っても交通量もそんな多くない道ですので、はい、まあ、何があったのかっていうのは勝手にね、そのこの辺に住んではる方って思ってしまいますけど、もしかしたら違う何かこう、まあ、事件に巻き込まれたですとか、はい、こう、まあ、事件に巻き込まれたですとか、はい、はあると思うんで、まあ、その、まあ、何かわからないですけど、まあ、何かきっとあったんだろうと思います。はいはい、あそこの場所が一体今どうなってるのかってちょっと気になりまして、ね、ちょっと行ってみたいなと思いまして、もしね、それで何かこう現れてくれたりとかしたらね、はい、ちょっとこうどういうことがあったのかと、もし聞けるんだろうか聞いて、ね、はい、早速じゃあ行ってみましょうか。というわけでちょっとそちらの方に向かいたいと思います。はい、こちらの方、はい、こちら塩振トンネルの抜けた先になっているんですけれども、はい、もしかしたら Y 氏が見たという幽霊はこの先のことなのかもしれないということで、まあ、そちらも確認しつつ、そうですね、その花束があった場所まで行きたいと思います。はい、ちょっとね、乗ってきた車があるんで、はい、それは映るとまずいんで、ちょっと画面をそこだけ反らさせていただきますが、でも右側にあったっていう話ですよね。ただな、 Y 氏の話だとそのカーブがあって、はい、カーブを過ぎたあたりって言ってたん で、ね、まあ、だからこのすぐ近くではないでしょう。はい、石垣はまあこの辺でぐらい、はい、まあ、じゃあちょっと多分先にその花束ゾーンがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここからがもう山肌出てますから、こちら右側はこんな感じに、左側も、はい、左側はこんな感じ、同じようにこっちがちょっとまだ、はい、岩肌のある、はい、あれなんで、はい、まあさっきの梨の木に近い感じはしますね。やっぱり右側はどうしても自然のままって感じなんで、ここの先にちょっと曲がってるカーブがあるんで、でも
花束ゾーンこの辺ちゃいます、この左、あのもうちょい左、いやあそこに監視カメラがあるんで、あの下やと思うんですよ、あのいやちょっと手前なんです、はいはい、だからここにガードレールなかったかな、いやあったと思う、あだからこの辺や、だからほんまこの辺です、はい、この辺りに、あなんかでも赤いあれは関係ないか、この一番生えてるところとかも距離感で言うとね、真下とかじゃなくてちょっと手前側やと思う、あーなんか白いのありますよ、これただのコンビニのビニールですか、この辺やと思うんですけどね、片付けられてたりして、こっち側に行ってるなんてことはまあないか、ないかな、まあでもなんかここにガードレールがあるってことはなんかまあ事故が、別にね向こう側崖なわけじゃないのに、そうです、ね、車止めみたいなのもさっき何かあった場所なのかもしれませんね、ちょっと痕跡は目視できる限りではちょっとバケタンで確認してみますね、はい、緑ということで何もいないフラットな状態ということですね、ちょっと詳細は定かではないですが、はい、何かあの花束についてご存知の方おられれば、はい、コメントなどいただけたらと思います、はい、何かご存知の方があればお願いします、はい、花束らしきものなんでね、あくまでも、はいはい、あのストリートビューではそう見えるっていうだけなんで違うものだったのかもしれません、はい、というわけでそのワン氏が言ってた、はい、結局ね幽霊がおったっていう場所、うんうんうん、やっぱこっちじゃないですね、じゃないと思いますよ、はい、明らかにまあ今回ばかりはワン氏が言ってることがやっぱ正しくて、こっちはその石垣らしきものはもうこの先ないんで、そのそもそも斜面がだいぶ道路から離れてるんで、ワン氏を疑ってごめんなさい、だいぶもうあのね物言いがねあのこう検証とか疑いにかかってますから、ワン氏ごめん、ほんまうちの相方もなんや思ってます、わかりました、まあそういうことなんで、はい、ワイ氏は本当だった、なるほどですで、まあ、この後ね、はい、ワイ氏の奇跡をたどっていくとするなら、はい、この後犬鳴山に行って、はい、犬鳴トンネルの方で一人検証する予定なんですけども、はい、ちょっとねもう一個明日僕気になるところがありまして、ちょっと前回ねあのそれこそ滝畑ダム行って、まあ、この辺のこと調べてたんですよ、はい、そしたらこの先にね焼き辻地蔵村っていうところがありまして、はい、なんかそこがね、うん、マジでなんかやばいんですよ、うん、ぜひね皆さんあの焼き辻地蔵村で Google で調べてみてください、はい、あのとんでもなくやばいサイトが出てきますんで、5チャンネル、まあ昔でいうところの2チャンネル、5チャンネル経由であるブログサイトにたどり着くはずです、はい、そちらにねなんか心霊写真が掲載されてて、うん、その焼き辻地蔵村のめちゃくちゃ不気味なんですよ、ね、いやそれめちゃくちゃ不気味ですね、はい、あれはね、翔介くんも見ていただいたと思うんですけど、はい、ちょっとこれ載せるわけにはあこちらで掲載するわけにはいかないんで、はい、ぜひねそちら調べていただいて見ていただきたいんですけども、はい、まあ、そちらの方に今からちょっと行って本当にそんな場所があるのかちょっとねわからないんですよね、そのストリートビューにも載ってないんで歩いていかないとしょうがない場所にありまして、ちょっと本当にそんな場所があるのかどうかすらはわからないんですが、はい、ちょっと行って確認して、今回ねいろんな写真撮れてますんで、はい、まさにねこう心霊写真会ということでね、そちらでもちょっと写真を撮ってもらってちょっと撮影していきたいと思います、入れ食いほんますごいわ、はい、ではではここまで来たらもう、はい、
ちょっとほんまにハントしたろうと思ってるんで。そうですね、ちょっと協力してくださいね。僕一人じゃちょっと無理かもしれない。わかりました、ね、頑張りましょうね。行きましょう。はい、はい、というわけでゴーストチャンネルまだまだ続きます。先ほどこちらの道からやってきてですね、はい、こう道路じゃない何かあぜ道というんですかね、はい、こう砂利道みたいな道が伸びておりまして、はい、こちらの先に焼き辻地蔵尊っていう、まあ、お堂なんですかね、はい、があると思われるんですけども、まあ、そちらでね心霊写真が撮られてるということなんで、はい、ちょっと今からそちらの方に行ってみたいと思います。水の音が聞こえるん で、ね、川が流れてるのかもしれませんね。ここになんか建物があります。もしかしてこれが焼き辻地蔵尊ということなんでしょうか。そうや、こちらが焼き辻地蔵尊と言っております。ちょっと焼き辻地蔵尊の横に、はい、小さく二文字見えるんですが、焼き辻地蔵尊首なしと書いております。どういう意味なんでしょう。撮影する前にちょっとお参りだけさせてもらって、はい、その後撮影という段取りで、はい、行かせていただきたいと思います。挨拶させてもらいましょう。はい、すみません、お願いいたします。はい、というわけでこちらのですねお堂当該ブログによりますと、この窓ガラスに何かしらなんかね白い顔が映ってたんですよ、はい、笑ってるピエロの顔みたいな、ピエロのあのペニーワイズのように、はいはいはい、なんかこのお堂にそれこそ似つかわしくないんですけども、はい、なんかそれがさらになんか不気味さを増してる要因でもあるんですけども、なんでそういった写真がもしかしたら撮れるかもしれませんので、はい、で先ほど看板見た通り首なしって書いてあるんで、ちょっとね中のお地蔵さんをちょっと撮影させていただきたいんで、はい、ちょっとだけ前に進んで中の方を伺わせていただきたいと思います。すいません、失礼します。あ、見えますね、これ中になんか祀られてるような祭壇のようなものがあるんですけども、はい、まあなんかのれんみたいなもので目隠しされておりまして、はい、なんか布みたいなものの中でピンク色のなんかかぶせられてるようで、はい、おそらくあの中で首なしのお地蔵さんがいてるんじゃないかと思うんですけども、はい、まああれをこれを撮影するのは限界だと思いました、はい、これ以上中に入れませんの で、ね、やっぱその周りにもね、はいはい、こうひな壇のようなところでお地蔵さんですかね。確かに20体ぐらい、お坊さんのような、お坊さん、何なんでしょう、仏さんのような感じですかね。こっちにも同じようなものが、はい、はいはいはい、ただまあちょっと色がね真っ黒というか、なんかこう木で彫ってるにしては黒すぎるし、粘土なのかわからないです。ああ、お助け地蔵尊本家赤火三枚蘇我かと書いてますね。よく見えますね。いわゆる真言というやつですね。あ、その横に何か掛け軸のような、すごい、ね、なんかすごい達筆な、なんか観音さんの絵みたいなのが真ん中にいらっしゃいますね、置かれてますね。はあ、はい、というわけで、はい、地蔵菩薩という感じですかね、はあ、普通に、はい、あのお地蔵さんのお堂が建てられております。そうですね、ちゃんとお参りされてるようなんで、さようでございます。あの
この近くのお寺の方がね、多分いらっしゃってるんでしょう。はい、ありがとうございました。お邪魔いたしました。失礼いたします。はい、でちょっとだけ最後に写真を撮らせていただいて、はい、それで結果を見たいと思います。というわけで、はい、薬師寺地蔵尊の方をお参りさせていただいて、はい、ちょっといろいろ撮影させていただきました、はい、ありがとうございます。ということでね、だってでも薬師寺って何なんですかね。調べてもね、わからないんですよね、ここ。一応僕もなんかその辻っていう字、はい、なんか十字路とか、そうですね、っていう道のことらしいので、はい、どういう意味があるんかなっていう、はい、首なし地蔵を祀るんだ、首なし地蔵でいいはずですかね、はい、わざわざ焼き辻ってついてるのか、まあ、お昼に来たら、ね、中の様子は分かるのかもしれませんけど、ね、まあ、夜は閉められてるのかもしれません、はい、多分この近くのお寺のまあまあまあ、まあまあ、最寄りのお地蔵様って感じですか ね、うん、ね、まあ、ここ竹畑ダムの近くということなんで、お寺とか霊園が近くにありますんで、やはりそういった場所なのかもしれませんね。かもしれません。ではどうでした。僕なんか悪い気はあんまりしなかったんですけど。いや、そうですね、はい、なんかどっちかというといい場所というか、そうです、ね、安心感の強い感じはしますので、はい、まあまあ、悪いところではないのかなと、もう僕なんかちゃんと管理されてるとこだなっていう感じでしたね。そうですね、はい、なんか荒れ果ててるわけでもなく、はいはいはい、ということで以上ゴーストチャンネルからの報告でした。はい。なんかテイスト違うね。ちょっと違う。次はいよいよ和也氏がリタイアしたという犬鳴きトンネルの方へ行ってみたいと思います。はい。まあここでちょっとね、お参りしたので、はい、パワーもいただいて、はい、行ってきたいと思います。どうなることやら、次回乞うご期待ということで。ゴーストチャンネルまだまだ続きます。はい。行くよ。はい。以前和井氏が訪れたこちら犬鳴さんの犬鳴トンネルとなっております。和井氏が果たせなかった、はい、声が入ってたじゃないですか。そうですね、何々してくれたらよかったのにみたいな、はい、一体何を例は言わんとしているのかっていうのを突き止めていただけたらなと。そうですね、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録できればコメントもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。